はい、今回の動画はワードで文字サイズを大きくした時にも適切な行間になるように設定する方法をご紹介します。でどういったことかというと今ねこちらの文章の文字サイズはですねこの標準のこの10.5になってますけどもこの文字サイズをですね大きくした時にその文字サイズの大きさによっては行間が開きすぎてですねちょっと文章の見栄えが悪くなるケースがあります。 ではねちょっと試しにやってみたいと思うんですけどもじゃあちょっとですねこの文章全体を選択をしてですね文字サイズを少しし大きくしてみます、はい、そうするとね見てもらって分かるようにですねこの文字サイズを大きくすると行間も広がってしまってちょっとね文章の見栄えとししてては悪くなっままいますこういった場合にワードではですね設定を変えることによって文字サイズを大きくしても適切な行間にですね調整してくれる機能があります。 はい、それではね早速やってみたいと思うんですけどもまずはですねこのね上のレイアウトタブを選択をしてもらってこの中にこのページ設定という項目がありますけどもこの右下のところですねこちらにマウスのポイントを持っていくと同じくページ設定という風に出ますんでこちらをクリックします。 はい、そうするとこのページ設定のウィンドウが開きますんでこの文字数と行数っていう、ね、タブが選択されてるのを確認をしてもらってこの中のこの文字数と行数の指定というところですねこれがね標準の状態だとこの行数だけを指定するっていうところにチェックがついてると思うんですけどもこれをですねこの標準の文字数を使うっていう方に、ね、チェックを書いてください。これで OK ボタンの方をククリックします はい、そうすするとねねかかりますか、ね、先ほどは文字サイズを大きくすることによって行間も、ね、広がってしまいましたけども同じ文字のサイズでもですね行間をですね調整してですね適切な行間に自動ですることができました。 ただこの設定をしてもねもうちょっと行間を縮めたいとかあと逆にですねもうちょっと行間は広い方がいいなといったような場合はですね先ほどとね同じくねこのページ設定の画面のところでこの文字数と行数を指定するっていう方にチェックマークをつけてもらうとこの下のところでね自分でですね文字数であったりだとか行数をですね指定することもできますんでこの自動でやるね行間のですね、指定よりもですねもうちょっと細かく自分でね微調整したいといった場合はですねここからね調整をしてもらうこともできます。 まあ、いずれにしてもですね文章の文字サイズをね大きくすることによってちょっと行間が広がってしまうなといった場合はですねこのページ設定のこの文字数と行数のところで指定をしてあげるとよりね読みやすくて見栄えのいい文章になると思います。それでではは今今回回の動動画画以上になりりまままます今回も動画を最後まで見てていいたただきまししありがとうございました